はい、こんばんは、ひよです。では、ボーダーラン2、診断ロードコンテンツ、地下2リスのサンクチュアリ奪還作戦、続きやっていきましょう。ヘイセリー、20分経ったら教えてみるかい。はい、そしたら、Turn back now. 引き返せ。マウントスクラブリサーチセンター血液サンプル持ってきてくれれば解毒剤の合成に着手できる。久しぶりに人間の顔を見るのも悪くないだろう。ウォフ。あれ？道が違った。はい、ひょっとして、こう登ってくのね。これがトゥーンシェイドじゃなくて、こうリアル調だったらすごく気がめいりそうな空間でございますけど。お、情報だ。放棄された施設で奇病にかかり死にかけているダールの鉱山作業員たちを見つけた。はい、科学者だと自己紹介したら、彼らのリーダーが手放しで歓迎してくれたのだ。はい、彼は私のバイオドームに関する研究に関心を示していた。立ち去る前に部下たちの健康診断をして何とか苦しみを緩和してほしいと頼まれた。おそらく彼らは鉱山事故か何かの生存者だろう。はい、あ、そうですか。ガリソンオメガ、デンジャラスワーニング。あ、その前にこの下に多分なんかサイドミッションあんだね。下か、下なのか。下だ。お、レジェンダリーが手に入る。承諾しよう。ダール191のヘクター大佐だ。はい、ダール司令部は我々の払った犠牲を考慮し、前線から遠く離れた辺境ステーションへの再配置を約束してくれた。はい、今日新しい駐屯地の場所が通知された。はい、お偉方によるとそこは楽園だそうだ。惑星の名はパンドラ。あ、騙されてる、騙されてる。順調に騙されてる。なんだろう。あれか、真面目すぎだったんだね、ハキネクター。つまりそういうことをね、なんか分かってきたぞ。解けろ、いい女。
あれかね。ボーダーランズってなんかこう基本的にはさ、このヒーローとまあ悪ヴィラン、ヒーローとヴィランは表裏一体みたいなさ、表裏一体、表裏一体というか、表裏一体でいいか、そんなまあテーマになってるかどうかは知ってないけども、そんな感じだよね。紙一重、紙一重、紙一重が正しいか。下？最初のエコーどこ？さっきのが最初のエコーじゃないの？なんとなくこの浮いてるあれがこうなければちょっと綺麗なあれに見えるけどね。さらに下っていうか、そしてこっちじゃなかった？もしくはあのミキサーの中に入るわけじゃないでしょうね。とう。こっちから行くわけじゃないよ。違うよね。道ないよね。ボルトの、ボルトのマーク発見。あんなの全部発見した覚えないんだよな、エリアで。違うとこから回ってくるのか。てい、うわ、まだいる。怖い。自分のせいだけどすげえ怖い。まあ下に行くことになるよね。スキャックにも劣る裏切り者め、楽園に招いてやろうと思っていたものを。だがニューパンドラに奴のような腰抜けは必要ない。どれだけもつかみものだな。まさか、あいつめ、施設に直接ガスを散布している。私が話を、少し待ってくれ。隔離失敗、緊急封鎖を開始します。はい、God bless this house, my protect it。 文法合ってないでしょ。大半は私のところまで来てくれるか、ボルトハンター。はい、除染が完了しました。おお、グッド。最初のエコー、どこにあるんだ。トウ保温しています。
くれるんだ。でもピザ宅配されてんね。これはフューズボックスかつてフューズボックスだったものかな。これは何？フラットサンプルかなんか？もうすぐパンドラに到着する。戦闘の高揚感は名残惜しい。巡配セブンの大虐殺もエデン6でスカラミルトのクズどもを撃退したこともいい思い出ではあるが、巡配セブンはこれが最善だ。あいつらと来たら楽園だの緑の丘だの飲める水だの全て引き裂かれて死なずに済むだの大はしゃぎしてる。はい、まったく私まで信じてしまいそうだ。パンドラよ、いざ行く。騙されてる。ある意味ちょっとかわいそう。そういう意味ではかわいそう。一番爪で引っかかれる。二つ目の横は？トルグ。トルグのパイ？何あれ？武器メーカーからこう変わったの？っていうか二つ目の横って結局どこになるの？当たんないな。うおー、びっくりした。なんていうかな、このゲームのそういったあれって最初は全部そんな感じだよね。なんかこう最初は良かれから始まってるよね、このゲーム。まあプリシークエルのザイビトの大佐にすごい似てんのか。大佐だっけ。ザイビトもそんな感じだったね。最初はすごいまともなとこから始まってんの。
なんかみんなこう、何かしら騙されてるというか。大丈夫。そして除染が完了しました。ボーン親友なの？友達は選んだ方がいいぞ。ダメージのエフェクトのおかげでこうどこに隠れてるか分かってくれるっていう副産物というか。アンデミキャストって何？アンデミキャスト、アルケミストみたいなやつこと？パンデミック、パンデミック、なんとか。え？え？え？グラインダーだよね。グラインダーだよね。解決方法なし。うわー、これ何？人がこう、まあ人の死体がこう、あれしてここでグラインダーされるやつ？え、ちょっと待って、これはそれはいいんだけどさ。え？てい。あ、プリシーグルみたいな、この、そういった、あれはないのね。え、いいんだけど。とう！オッケーオッケーオッケー。とりあえずオッケー。これが楽園だと言うなら、私は月面でケツを書いている石腕のジャバーモンといったところか。我々がこの、ジャバーモン。正式にワンナインワンをマウントスカラベの地下採掘班に任命した。楽園にはほど遠いが仕事は仕事だ。部下たちは荒れ狂って一食即発だったが、死ぬよりは採掘の方がマシだと説得した。我ながら心にもないことを言ったものだ。
完全なる被害者だけど、ちょっと怖いから、これ本当怖いし、すごいだからトラウマになるから、それフォーセーフ。でもまだ血が落ちてますよ。まだ死んでそんなに時間経ってないじゃないですか。まだ生きてるってことないよね。あ、こっちもだ、よく見たら。え、この血はこっちから来てんの？前々からこの惑星の土壌に植物層を成熟させるための要素が欠けていることを不審に思っていた。はいはい。土壌そのものが砂漠からツンドラに発展するのを拒んでいる状態だったが、私は対処法を発見した、はい、作業員らの肺に詰まった胞子と同様のものをパンドラの高層大気でも観測することができたのだ。深呼吸だ、カシウス。慎重に計測し世界を一変させるのだ。わかんないけど、あまり俺そうだね、詳しくないけど、詳しくないままこう難しいこと言うけど、胞子はいわゆる菌類になんじゃないの。いや、まあだから植物胞子をこう頑張ってもわかんない、なんかこう進化の過程で胞子から胞子植物が 菌類から、普通の植物にこう発展する発展というか進化するとか、そういったレベルの話になると全然わかんないけども、だから植物にはなんない、胞子から植物にはなんないんじゃないの。いや、進化とかそういったあれを抜かせばね。アサシン用のやつか。テイアンロック。はい、ではじゃあ今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒーヤーでした。バイバイ。